このの放送はでですすすねものすごい米数だったんですよ動画はですねだいぶかかると思うんですよ夏休みの9日分と紅葉ツーリングの3日分が先にたまってるのでで今回2日分なんで15日分たまってるんですよ今1日8時間分くらいの動画が石綿どうですかね確かにこのタイプの壁は今はあんまり見ない気がするけどで、えー、翌朝です 自転車はこの宿の前に置いてきました。んここのとこの動画をもう一度。あー、タイムシフトしかないんですよ。私これからタイムシフト録画しなきゃいけないんです、あれ。自分で。今年になってから、結局これ半分ぐらいしか飲んでないんですけどね。あ、そうそう。で、この翌朝ですね、えー、6時53分の気仙沼発の列車に乗るつもりだったんですよ。そ,その次だと、あの、8時台になっちゃうんで。で、 目覚ましたのは6時25分ぐらい。6時30分近かったかな。で、えっ、ー、と、寝坊したてあの、とりあえずツイート一言つぶやいた後に、あの、充電、充電のこの、えっ、ー、と、まだこれ綺麗な状態か。このいろんなものを充電したりしたまま寝てしまったんで、翌朝その片付けるのに時間かかっちゃったんですよ。 でものすごい勢いであの、荷物をこの中に詰め込んで、で、忘れ物ありませんようにってあの念じた後に、宿を飛び出て、で、気仙沼駅まで、意外と距離あったんですよね。そんなに離れてたっけ、これ。気仙沼駅まで突っ走って、汗かいて。で、えー、っと、これ、この写真撮ってるのが、列車が発車する9分前。そっから超特急でパッキングして <laughs>、 切符買って駆け込みましたそれでも2分ぐらい余りましたけどねあの今のマウンテンバイクって輪行するの私結構時間かかってたんですけどこの時ばかりは早かったですね <laughs> えっと9分だから多分6分ぐらいでパッキングしてで1分で切符買って乗り込んだんですね乗り込んだ時点であと2分余ってました というわけで、あ、いや、宿の人には結局、あの、前日夜に、あのー、早めに払っときたいんでって言って払っあの、払ったんですよ。よく考えたら、前日夜に払ってなかったら間に合ってないな、これ。で、今のところ、あの、忘れ物はないっぽいです。空いてるんだから <laughs>。車内でパッキング。ちょっとあの、車内で直したりしたことは過去にありましたけどね。 どうしてもペダルが外れなかった時とか。えーと、火事場ですね。千枚通りってバスの方が、あバスあるのか。車内でパッキングしたら基本的に怒られると思います。バス。あ、そう、確かに車内バスにちょっと似てる感じですよね。これとか。乗り遅れたら中山までタクシー。ん乗り遅れたら、いや、乗り遅れたら、あの、持ちサミットへの参加が遅れただけです。 えー、配信スタート時にまだ一ノ関駅にいたと思います。これから自転車組み立てて走りますって言って。で、えー、これがドラゴンレールっていう線路ですね。あの、翌日のルートの、<laughs> えっと、これ一ノ関の周辺で、私が止まったのがここの気仙沼で、そこからこのドラゴンレールで朝、輪行していきました。あの雨予の報だったんで、最初からもう列車乗るつもりだったんですよ。 で、それぞれの写真がこんな感じ。まあ、結構山の中っぽいところ走ったり、あとまあ地方道の横を走ったりしてましたね。7分で。ん自転車。あ、自転車はですね、えー、っと、あそこ何のスペースだっけトイレの横の平べったいスペースに置いてました。割と置きやすいんですよ、この車内。えー、っと、これキハ110ですね。この後写真が、あ、そうそう、このタイプです。 ちょうどすれ違いで、全国で稼働中のあの、機動車、キハ、キハ110ですね。100とか110があるんでしたっけでこれ本当に全国で見ます。小海線とか、青森のあれ何線だったかな青森の方とか、今全国で一番使われてるやつですかね。あの、あの電化されてないところだと。自転車で、あ、そうそう、サイクルトレインっていうのがありますね。 えっと、袋に入れなくても、いや、袋に入れないと基本的に乗れないです。すごい直角。直角あ,あ、こっちの線路のことか。そうですね。あの、ちょっと北の方にそれてから行ってますね。この辺り結構しがちあるんですよ。ここは芸備系っていうところで観光地だったり。謎の迂回。気派。うん、青森でも見たやつですね。 自転車であ、結構いけると思いますよ。すれ違い街とかあるし。翻訳終わったらしいですね。あ、そっか大港、大港駅ですかね。そうそう、青森の終着駅の。えっ、ー、と、これは雨かしらじゃなくて、X バンドの方って細かいことはいいや。これですね、あの、このゲイビー系から降りて、20キロぐらい走っていけないかなと思ったんですよ。せっかくだから。と思ったんですけど、雨の状態見るとこんな感じで。 まさにこれからっていう時でしたね。で、すぐに、あのー、こんな感じになりました。まあ、出なくてよかったですね。うん、本気で走ったら多分行けるんじゃないですかね。自転車見と分解したくなるときは、いや、特にないです。私は自転車の機材にはそんなに反応しない。で、ざんざん降り出しましたね。で、一ノ関駅について、これあの、ドラゴンレール沿いってですね、 あの駅にポケモンの、ポケモンの、えー、なんていうんだっけ、フィギュアじゃないけど、あの、像が置いてあったりするんですよ。何かこれ、あのコラボしてるんですかね。てかこれ、ポ,ポケモンでいいんでしたっけ確かピカチュウもいたから、ポケモンでいいと思うんだけど。ポケモン言えません。<laughs> 何匹いるんでしたっけで、一関駅前で自転車組み立てて、確かこれ、去年一関駅の前は来てないんですよね。 東横インとかあるとこです。まあ、どこでもあるかな、大体。輪 <laughs> 行したことあるが、ペダル外してたか。ペダルはですね、えっ、ー、と、新幹線の時はよく外します。で、鈍行列車の時には、まあ、そんなに長い時間乗ってなくて、場所もシビアじゃないんで、あの、外さないことが多いですね。で、駅の中、駅、駅中かなの、あの、えー、なんてパヤさんだっけ。 サンエトワールだったかな。まあ、あの、パンとかコーヒーとか売ってるとこで、えー、枠、あの、枠の、ん枠じゃなくて、えー、っと、なんだっけ、この時は。プリケッツさんにツイッターで、あの、すいません、放送コミュ実は、あの、モチ部の方でやりますとかいうのを、ここでやってた時かな。まあ、30分ぐらいゆっくりして、で、雨装備にして、3キロ離れた会場まで向かいました。サミット会場まで。あ、ポケモントレーン走ってるのか。<laughs> うーんと、汽車乗らない地元民、ん汽車乗らない。汽車乗らない、んうーん、あ,あ、ダメだ、わからない。うん、ペダル外した方が、本当は、輪行的にはいいです。うん、で、まあ、ちょっとあの、雨そんなに強くなかったんですけどね、この時は。向こうのあの山の方が真っ白でございます。真っ白というか、あの、下の方が全部あの雲で隠れてましたね。上だけ見えてます。 スイート見たのが合う30分前。ああ、遅かったですね。一応、あの、自分のコミュニティの、あの、お知らせのところには書いたんですけどね、誘導できるように。で、イオン、イオンの横の、えー、ん北上、そうですね。えー、っと、一関駅がここで、で、サミット会場がここ。イオンの裏の、この総合体育館でやってました。 さすがにあの、まだこれ、あの、時間前なんで、9時40分かな、10時からで。まだそこまで人は来て、あの、集まってなかった時ですね。ただ結構15分ぐらい前に、もう、あの、時間前ですけど、始めますって言って、販売始まっちゃいましたね。で、えっ、ー、と、これ、あの、今回、雨が降る、雨が降ったので用意された、あの、体育館の軒先の席なんですけどね、ここを占有して、配信してました。 でですね、あの最初はこの4人掛けテーブルの,この写すために自分を映すために食べるとこ映すためにこの向こうのテーブルまで置いてたんですけどどんどん人が増えてきて結局あのこのテーブル半分と椅子1個だけ使うことになりましたでですねちょっと離れてると椅子がなくなったりあと向こうに人が座ってたりするんですよねこの時はあのポメラニアンかわいいポメラニアンをあの 抱っこしてるおじさんとおばさんが来たりして <laughs>。で、これは今回用意してた、あのー、持ち配信看板です。雨じゃなかったら、うん、もっと多かったと思います。遊 <laughs> びの人っぽい、それっぽいの用意してきました。9時40分か。じゃあもう、私が着いた瞬間ぐらいから始まってますね。そう、椅子がな、なんか1個減って1個減って、結局最終的に2個になっちゃ、2個になっちゃいましたね。 でもこれは場所的にはちょうど良かったです。この周りの人があまり映らない方向が選べて、しかもこれ後ろあの柱だし。まあでもやっぱり肩身狭かったですね。<laughs> このテーブルはあの会場の方で用意されてたものです。フリップは自作でございます。おっしゃると。<laughs> いやでも全然違いますから。な、ああ。生放送じゃなくて持ち放送なんで。 で、ああ、また間違えた。フォントが、そう、フォントあの、それっぽいの、あの、それっぽいフォントから、持ちって持ってきました。学芸会で来場が、あ、あれでも少ないんだ。で、餅、えー、料理のラインナップは24種類です。これ読めるぐらいのサイズはありますね。一応、これ、あの、ウェブアルバムの方にも載せてるので、今見に行っていただくと、載ってます。 えっと、24種類中9種類ですね、食べたのは。BGM は、これ、あれなんか、なんかおかしい。あれあ今なんか、ことごとく <laughs>、あー、ちょっと待ってください。ことごとく、画面が消えた。全部のウィンドウが閉じた。<laughs> というわけで、えっ、ー、と、そあと開かなきゃいけないのは、これ全部か。あ、これか。これでよし。こうなると焦りますね。うんと、ひでまる使ってる。ひでまるイコール4000円です。じゃあ、ここから持ち料理の。えっ、ー、と、あともう8分しかないのか。まあ、でも、標準やってしまうかな。やばいショートカットあったっけ まあ、改めて見ないようにしよう <laughs>。で、えっ、ー、と、まずこれ、一つ目で食べた、大東山あいお雑煮っていう、私、あの、雑煮好きなんで、このおばちゃんがですね、あのー、最終的な表彰式の時にも偉い目でやってましたね。あの、日野翔平さんがこっち来た時に映ったとか言ってましたよ。サムアップして <laughs>。で、これが、えー、お雑煮です。 一食目食べたこれはあの油風ですかねな何とか風かなあのお風が結構目立っててでもやっぱ雑煮はうまいですね結構大きな餅が入っててあとあのー、ごぼうと大根と人参っぽいのが入ってたかなあよだれ出てきた <laughs> 味あそんなに濃い子はなかったと思います次の次に食べたやつの方が味濃かったですね 何出すかはちょっと私は分かんなかったですね味わえば意識して味わえば分かるのかもしれないけどで、あとあの静岡の伊豆のモッフルが来てました私は過去に何度も食べてるんであの食べなかったですけど人気ありましたよ結構並んでましたただこれ最終的にあの上位5位に入らなかったんですよね初めて食べた人はあの美味しさにびっくりすると思うんですけどねこれ あ、やっぱり油フなんですね。なんかそんなイメージがあって。限定400食っていうのは、んどれかなどかありますかね。うん、これあのモッフルのお芋版なんですよ。最初、おいって何かなと思ったらお芋なんですね。おいモッフル。みんな知ってたんですかねこれ。なんか上位に,上位に入れなかったんで意外でした。で、次食べたのが加賀百万語構造に。 えー輪島、輪島塗りを橋付き。金箔入り。そう、モッフル。で、あの、見た目すごいシンプルですね。あの、お輪もちょっと小さいし。こっちの方にそれなりコストかかってるんだと思う。復興祈願の輪島塗りを橋。持って帰ってきました。いや、これも、これも確か5位に入らなかったんですよね。こっちの方がいいか。で、これあの、鰹節がたくさん入ってて、 紅白の餅と、えーと、あと何が入ってたっけこれがですね、あのー、結構味が濃いめで、鰹節の味も濃くて、で、それとも、それでなんか餅が甘く感じて、かなり美味しかったです、こっちも。うん、お箸もらえます。雑煮うまいですよね。私はあの餅の料理としては雑煮が一番好きかな。なんだかんだ言って。モッフル、すごく勉強。ああ。 あの関係者、あの関係者のプリケッツさんですね。うん、種類、私もそうですね。今回はでも9種類食べて、腹が苦しくはならなかったですね。で、こっからはちょっと、あの、えー、っと、店舗の写真とかなかったりするんですけど、これが、平泉餅プリン。えー、っと、こっち側で見せた方がいいかな。 ライズミもちプリンはあこれさすがに粗いな元画像もうちょっと綺麗なんですけどねプリンを生クリームでくるんで餅で包、ま、み上げたってやつなんですけど私が食べたやつはですねあのー、アイスクリームを牛皮で包んだ感じに感じられましたこれって解凍がまだ完成できてないものだったんですかねそれともこういうものなのかな あのプリンアイスみたいな感じでした。美味しいんですけどね。あ、そキ君大福っぽかったですよ、すごく <laughs> そう。カツオだし。で、これプラス、こっちにあの、ドライイチゴをチョコレートっぽいのでくるんだやつでした。で、これってあの、グランプリなんですよね。去年あの、ハムカツプレミアムっていうところで優勝した、えー、しわ町のラ・フランス館でしたっけ のりょが出してるところの出してるもち料理なんですけど去年ハムカツプスプレミアムで優勝してで今年またあの餅プリンで優勝ってすごいですよねあと平泉もちプリンじゃないかあ違う,こ違う違う違うこっちじゃない間違えたこれは連覇の方じゃないやつだプリン系だけどこっちは優勝してない方のプリンだ失礼しました間違えたそうもちもちミルクですね 間違えた。まあ、なかったことに。<laughs> 何でもありませんでした。で、えー、こっちは、ジンギスカンと餅の組み合わせのやつですね。えー、っと、餅煮込みジンギスカンですね。これ、あの、北海道の名寄町のやつですね。間違えました、間違えました。で、まあ、これも美味しくて当たり前ですよね、こんなの。こんなのまずいはずないじゃないですか。 こっちがの少し煮込んであって黄色くなってる餅でこっちが多分入れたばっかりの餅なのかなでえー、もやしとえー、羊肉とあとうどんも入ってましたねこれ好き勝手 <laughs> ただこれはですねちょっとあの一つ気になったのが <laughs> さっきのあの餅プリンもそうなんですけど ちょっとこれが違いすぎるかなと思いましたまあうまいんですけどね確かに現地でこの状態で提供されるわけないんだから写真の方がおかしいんですよねこれまあでも美味しかったですね写真はイメージです赤服にも,もにも餅を提供してるとこあというのはえっ、ー、とな,なよろってことですかね うん、まあでも味はもちろん美味しかったです。でもこれも確か5位に入らなかったんでしたっけで、次。あの、さっきからのコメントで、何度か私がお名前出してるプリケッツさんという今回のツイッターで先にやりとりしてて、あの、川崎町、近くの川崎町ってとこの炒め納豆、炒め納豆を普及させようという活動してる方なんですけど、の、 えっと、正確な料理名はこれ。川崎炒め納豆餅春巻き。やっぱりこれ、は文字列用意されてないと、頭の中でパッと再生できない。そう、納豆活動の人って言っていいのかな。で、プリケッツさんがちょうどあの、えー、っと、私の方に来てくれて、で、次これ食べようと思ってるんですよって言ったら、持ってきてくれたやつですね。 で、お代も払っていただきまして、これです。で、あの、あ、もう時間か。じゃあ、あの、川崎炒め納豆餅春巻きの感想は、次枠で、多分、月枠の途中で終わるぐらいだと思います。いや、あの、もう最後やってしまいます。次枠いきます。痛いね。 いやあの今日やりますやりますやりますんでよしああもうコーヒーがさすがに冷えてるいらっしゃいませえー、っとこの枠この枠の半分ぐらいで終わるかなもう今日あの半端に残ったんで一気にやってしまいます いらっしゃいませこれだと納豆ってわかりづらいなうう <laughs> 11月3連休あまだ予定考えてないんですけどねあのあのアナウンの株主集体券使いたいな で、うまかったです。じゃあ、それは詳細はこれから言いますんで。えーっと、1分なった。じゃあ、続きやります。で、あのー、関係者のプリケツさんからおごってもらってしまった、この川崎炒め納豆餅春巻きですけど、あのーい、おごってもらったりかん、あのー、関わってる以上は、それなりに気をつかなきゃいけないかなと思ったり、いろいろ、 考えたりいやそれでもやっぱり餅好きとして渋谷に行かなきゃいけないかなと思ってたんですけどとても美味しくてすごく安心しました確かプリケツさんは去年の,そのシ,ンプルなシンプルというか餅プラス川崎炒め納豆の方があの美味しいっていう話だったんですけどこれも相当美味しかったですよ、まあ、春巻き的な美味しさ自体がもともとあるっていうのはあるんですけどねあの春巻きの皮と餅の組み合わせがうまく言えないけど美味しかったです これ確か玉ねぎも入ってますよね結構。で、誕生日イベントありません。権利しましたらクロスで処分、権利と、ん権利鳥権利調したら、すみませんわかりません。えーっと、ネーミングに <laughs>、あ、そっちがなるほど。やっぱりあの、な、炒め納豆が、 どちらが主張してるかっていうと、去年の方ですね。で、今年は春巻き成,成分がかなり美味しかったです。で、これは最終的に2位でしたね。純グランプリ。あ、川崎村。で、川崎町では、あの、幼稚園で給食に出てたっていう話でしたよね。というわけで、次に行きます。で、こっちが、えっ、ー、と、餅爆弾。どこの餅爆弾だったっけうん、揚げ物私も卑怯だと思いますね。 そう、食感美味しかったんですよ。中身はこう。えー、っと、これ、な、何が入った餅だったかな餅と鶏のひき肉と、あとなんかメキシカンな感じって私言ってましたけど、あ、花泉か。花泉餅爆弾ですね。で、これ、あ、何の味だったかなと思って、後で見てみたらごぼうでしたね、これ。ごぼうが一緒に入ってるんでした。そのごぼうの味っていうのが、どうしても頭の中でごぼうっていうのが出てこなくて。 で餅自体はそんなになんか味が付いてるわけじゃないんですけどピリ辛でこれも相当美味しかったですでもこれも確か入賞してなかったですよね5位の中にはこれもなんかあのー、相当上位狙えそうな気がしたんですけどねうんあでもごぼうって言ったら去年もあのご,ごんぼ餅っていうのがあって私,がそれ私はそれ一番好きだったんですよ去年はごぼうと取りあそうそうあとチーズが入ってるんでしたねごぼうが飯器感じゃないんですけどなんかそういう感じがしたんですよ スパイシーででえー、っとこれいくつ目だっけ次がもちもちミルクプリンの、えー、私が行った時はキャラメルしかのキャラメルしか残ってなかったですでこれがグランプリ取ったとこですねで去年このラフランス温泉館っていうとこはあのハムカツプレミアムっていうのを出して優勝したとこなんですけど今年は全く違うものを出してきてまた優勝してましたよすごいですよね 私はこのもち、えっ、ー、と、もちもちミルクプリンか。に関しては、なんか、そんなに、あのー、優勝する、優勝するとは思ってなかったので、美味しかったんですけど、これがな、他すべて押さえて優勝するっていうのはびっくりしましたね。んー、んあ、それのアレンジ、んそれは、どれだろう桑の葉、あ、桑の葉でしたっけ えっと、ごぼうと鶏肉でふすべ餅。ああ、それもおいしそう。あそう、全体的レベル高いって話はですね、あの、この後優勝した、その、えー、っと、確か優勝した人のコメントだったかな。皆さんガチでやってるんでって言ってましたね。意外性、なんですかね。そう、これ確かあの、プリン作る、プリンだったっけ作る途中の、こ途中であの、ひめの餅っていう餅米入れて、加工して、 で、寝れば寝るほど歯応えができるプリンになったとか <laughs>、そもそもそれはプリンなんだろうかってなるんですけど。うーんと、トルコアイス系のさらに持ち寄りって感じでしたかね。食感としては。持ち帰れるあー、かもしれないですね。うん、持ち寄りかって言われると、まあでもデザートかな。で、こちらあの、私が夏休みにこの間行った黒石の えー、最近 B 級グルメとしてやってるつゆ焼きそばの餅場餅アレンジ版うんとですねどうなってるかっていうと中にあの焼きそばが入ってて焼きそばを餅でくるんででつゆだしに入ってるってやつなんですよいやこれですね意外とちゃんとあの餅とそばが合ってましたいやあの餅がかなり柔らかいんですよ見た目のインパクトからいって 僕私はこれ冒険かなと思ったんですけど割と合ってたただちょっとあのそうですねこの紅生涯多すぎましたねつゆがあの紅生涯支配されてしまってこれもうちょっとあの少なめの方が良かったかな多分たまたま入れすぎたんじゃないかなと思うんですけどねこれ焼きそばパンそうそう汁はそれなり重要じゃないですかねそう絵的に 考えたらよくこんな綺麗にできてますよね。餅はかなり柔らかいんですよ、これ。で、えー、っと、餅料理1個食べるごとに、この、餅札っていう投票券もらって、で、これを好きなように投票して、優勝が決まるんですよ。で、私はこの時までに8個食べて、確か3時まで、あの、投票の締め切り3時だったはずが、なぜか2時になってて <laughs>、で、慌てて投票しに行きました。で、どこに何を投票したかっていうのは、まあ、タイムシフトかな。 えと汁なかったら汁焼きそばでそうですね強い焼きそばって言ってましたねで、えー、こんなふうに投票箱があってでもう投票したあとはもう3時までは投票なしで普通に販売している状態になってで私は最後にこれを食べました、えー、と富士五粉の小児湖の小児がゆっていう事前ウェブ投票で1位だったとこですね で、これ何かっていうと、えー、っと、おかゆ、これ餅じゃなくておかゆですね。おかゆと、えー、この焼いたかき餅、ちょっと甘いやつです。これが餅です。に、えー、だし、だしというか、まあ、あんかけて、蜜葉が散らしてあるやつですね。で、これがですね、あの、最後だったせいか、私はもう9品目だっていうのに大盛りされてしまって、で、さらにその上に、あのー、 配信環境がこの上にあの落ちてしまってこんなことにちゃんと美味しくいただきはしたんですけどあのうあそうこれ梅ペーストがポイントなんですよねあの大盛りだったんで大変なことになってしまいました GoPro にもちょっと餅がつきましたまあでも美味しかったです ただ,だしがちょっとこぼれてしまった、あんが少しこぼれてしまったのももったいなかったですね。結構ここのところのだし美味しかったんで。うん、GoPro は一応、あ、でもその後動くかどうか確認してない。<laughs> よかれと思って。いや、まあありがたいですけどね。で、その後表彰式もちゃんと配信しました。だしサービス。ここにあの、ラフランスって書いてあるんですよね。この人があの、 えっと、優勝した、さっきのラフランス温泉館かなの人ですねで。この人が皆さんガチでやってるからとか言ってた人,でた人だったと思います、確か。GoPro も、<laughs> そう、皆さんお疲れ様ででって言ってましたね。来年も多分行けると思いますけどね。で、この人が市長さんで、あの来年はバルーン上げてその上から持ちまきしてとか言ってた人ですね。 あのお遊びの要素を8割ぐらい入れてって2割しか <laughs> お遊びじゃないところがないっていうんああおさっきのですね餅の関市長さんだと思います多分そう皆さんあの本当にイベントだからっていうんじゃなくて本当に勝負しに来てる感じですからねであの餅料理って言っても本当にあにそれぞれバリエーションがあってまあ雑煮が2つとか揚げ物系は確かに 競合室のところがあったけどかなり種類多かったですね。はい、を。50万、五十万。で、その後、あの、会場のすぐ近くにあった、あの、温泉に行って、で、あの、結構あの、この最後の方、雨がひどくなってきて、冷えてきたんで、温泉入ってから、えー、っと、駅に向かいました。小ぶりのところ見計らって。これ、確かですね、眼科の、ん眼、眼が温泉かな ガンガの床願いが叶うって意味なんですかね、やっぱり。このコメントでギネスに申請しようと。んギネスギネスは、えっ、ー、と、どれ話したっけ天気がですね。でも、人出がそこまで多くなかったのは良かったのかもしれない最終的に。で、一関駅のこれ、東口のあんまりあの店がない方ですね。まあ、どちらかというと、裏側の方の,あの小見ンとかある側に行って。 でまあこの雨宿りしながらこのものすごく明るい正面のところでパッキングしてでえーはやは手だったよなうんはや手で帰りましたえー、6時ぐらいのに乗って9時半ぐらいに9時過ぎぐらいに帰ってたかなでしたうん手作り感いいですよねやっぱり私はツールドラフランスなんかもそうなんですけどその本気で商業的にやってない感じのところ好きですね 衝撃的にやるとこ悪いとは言わないんですけど。一眼みたいに、そうですね。バルーンからの安てああ、なるほど。でも本当に、怪我に出る可能性ありますよね。私は、あの、伊豆で3階から投げ落とされた餅で突き指しそうになったことがあるんで。次の配信は、やっぱり連休かな。ちょっとまだわかんないです。あ、B1 の B 級グルメですね。 うん。ツールドラファランス私は過去3回ツール、ツール出場、出場してます。ということで、以上で振り返りは終了です。じゃあ最後これ映しとこうかな。そう、持ち手すキューその時もあの、GoPro の映像ちゃんと残ってます。えーと、あれは西伊豆の何月だったかな。ま、ああの、リスト見ていただくと多分見つかると思います。んあ、今なんてなんて 新田峠。雲仙か。うん。ちょっと、あの、見てみます。というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。そう、お疲れ様でした。じゃあ、終了します。ありがとうございました。お疲れ様です。えっ、ー、と、終了どこ、あった、これだ。では。お疲れ様でした。